株式会社道北ラルズは、北海道の上川、中空地、北、空地を営業基盤として、スーパーマーケットを展開したアークスグループの企業で、CGC グループの加盟企業であった。ヤゴーは、ラルズマート、ビッグハウスを使用した。本社は、北海道旭川市東高10条7丁目1番33号に、所在した。二千十二年に株式会社富士と合併し、 株式会社道北アークスとなった。有限会社サンフーズとして創業。株式会社三島の関連企業であった。1997年11月に三島から株式会社ラルズがサンフーズを買収し完全子会社とした。これと同時に株式会社道北ラルズとなる。12月に入り三島の朝日川、北見、網走地区で展開していたスーパー8店舗を 買収して、ラルズマートの屋号で営業を開始。1998年9月には、足別市に本社を置いた、株式会社各、旗商店から美瑛、滝川、富良野、足別、砂川にある5店舗を買収し、ラルズマートとした。1998年10月には営業権が異なる北見市の本町店、桜町店と美幌町の美幌店の3店舗を、 グループ企業で同等を営業基盤とする同等ラルズに譲とした。2000年に旭川市パルプ町へビッグハウスを出店2002年にラルズが持ち株会社のアークスとなり、同北ラルズはアークスの子会社となった。2005年3月には経営破綻した三島からサンバリュー種別食品館、サンバリュー名寄ろ食品館、三島種別に支店、三島。 ビフカ店の4店舗を買収し、4月に営業を開始した。2012年7月に株式会社富士を存続会社として株式会社道北ラルーズが九州合併され、株式会社道北アークスに称号を変更した。ラルズマートビフカ店2012年7月の富士との合併により、そのまま道北アークスへ継承された。夏季の店舗は、 ラルズグループ内での調整により1998年10月に同等ラルズへ譲渡を行った。いずれも三島の運営店舗を東北ラルズが譲り受けしたものであった。合併前までに閉店した店舗。ありがとうございます。